カリナリー・インスティチュート・オブ・アメリカ、エージ・ザ・カレネリー・インスティチュート・オブ・アメリカ、略称、CIA は、私立非営利団体が運営するアメリカ合衆国に本部を置く料理学校。カレネリー・アーツの準学士、または学士レベルの学位を付与するプロフェッショナルスクールである。CIA は、独立した非営利の専門大学であり、 世界最高レベルのプロフェッショナルな料理教養と技術教育を提供することを使命としている。我々はその学士プログラムと継続的教育プログラムを通じて常に変化し続ける外食及びホスピタリティ産業における成功を収めるために必要な一般知識と実践技術を学生に提供するものである。我々はこの学校に学び、教え、 管理するすべての人々のニーズに敏感に応えることが可能な文化的多様性や教育的に挑戦する卓越した姿勢を常に目指している。ティーチング・キッチン・ニューヨーク本校は料理専門の教育機関では世界唯一の4年生学位を取得できる寄宿者を備えた学校であり約3000人の生徒が学んでいる。学位を取得できるプログラムは2年生、4年生に それぞれ生活性パンプログラムと調理技術プログラムが設置されている。その他、プロを対象とした CE プログラムがある。CE プログラム、Continuing Education プログラム、プロ向け短期コースでは、事前にテーマが設定された授業の他に、企業や団体の要望に対して、個別のプログラムを作成したり、コンサルティングにも対応する。プログラムの目的高い目標を持つ。 料理人に調理の基礎における実践的指導を行う2年生カリキュラムの学習内容は以下の通りである。プログラムの目的4年生プログラムにおいては2年生の学習内容に加え以下の分野をカバーする。CIA はアメリカで初めて学位を取得できる料理大学として認可を受けたが大学卒業とともに学位が取得できる。 カレーネリーは日本語で料理学と訳され、学位はカレーネリーアーツという名称で日本語では料理芸術学と訳される。18人クラスによる少数クラス1人の先生が教えることができる最大の人数は18人というフィロソフィーから1クラスの人数は18名である。ただし、ランチとディナーを中心に学校のカリキュラムが組まれているために、 午前クラスと午後クラスが存在する。午前クラス、午後クラスそれぞれに2クラスあり、同時に入学する人数は72名である。3週間同1科目、3週間ごとの新入生、3週間単位での新旧チェッククラスは、ブロック制で1ブロックが3週間となっている。すなわち、3週間に1回卒業式があり、入学式があることになる。 同時に入学した72名が同時進行で卒業までの21ヶ月を過ごすことになる。ただし、ブロックごとにある新旧試験が、大変厳しく、落第する生徒も少なくない。遅刻は1秒たりとも許されず、どんな理由である1ブロックで2日以上欠席すると落第する。落第した場合は追加授業料を支払って履修することになるわけだが、一クラス十八名と、 限定されているので、後から来るクラスの生徒に落第がないとそのクラスを履修できないわけで、落第生が出るまでひたすら待つことになる。実践と知識の2本立ての授業ほとんどの授業が、通常教室での機上の学習と実践厨房での実地学習のセットになっている。例えば、教室で肉の授業を受け写真などで部位の名称や、どのような料理に適しているかなどを学ぶと、 次の授業はブッチャーになっており、半身などの大きな切り身で納品された肉を解体し、各部位に分ける実地学習となる。マネジメントも含めたプロの調理師育成カリキュラムは、経営学や原価管理などの基礎的なマネジメント面はもちろん、語学にまで至る。マネジメント面の授業は、店舗開発を想定したプロジェクトもあり、マーケティングや設計。 修士計画まで実践で必要な知識を習得する。教育の一環として運営されるレストランニューヨーク本校では、リストランテカテリナディメディチ、エスコフィエレストラン、アメリカンバウンティレストラン、セントアンドリュースカフェ、アップルパイベーカリーカフェの5つの飲食施設を一般向けに開放している。もちろん、それらの飲食施設は授業の一環で、運営しているのは生徒である。 レストラン評論家などからも高い評価を受けており、常時予約で満席の状態である。ナパバレーにある文庫にもワインスペクテーターレストランがある。必修のエクスターンシップ18週薄プログラムでは、最低18週間のエクスターンシップが義務付けられている。学内にある就職課で自分が研修したいレストランを見つけ、願書を送って申請する。 エクスターンシップを許可したレストラン側の責任者は、膨大な評価書類の提出を義務付けられる。また、エクスターンシップでは、プロ意識育成のため、必ず給料をもらって働くことが前提とされており、無料の研修などは認められない。